ということで今日は牛尾レイラちゃんの大阪ワンマンライブに来ました。シャングリラ気になってたとこなんですが、レイラちゃんが出るということでワンマンライブの直後に、9月8日の京都ワンマンの直後に来ていますが、楽しんでいきたいと思います。浴びてきます。はい、ということで牛尾レイラちゃんの初の大阪だったみたいなんですが、ノーワン行ってきました。聞きたかったやつが全部聞けて、ビボロックとか生でレイラちゃんの知ってめちゃくちゃ良かったです。歌聞いてるけど一本本読んだみたいな気持ちになる。レイラちゃんの曲が好きで、ミーポンも歌いいのか聞きたいなと。この動画の続き、路上ライブで牛尾レイラちゃんのセンチメンタルキスをカバーさせてもらってるので、よかったら見てください。最高でした。